Hi everyone, it's Naomi. Today, I am going to talk to you about the key to mastering English pronunciation. Yes, it is true, you do not have to have perfect English pronunciation to speak English. In fact, when it comes to speaking and communicating in English, I really think the most important essence is the confidence. However, I know many of you have a perfectionist side to you, and deep down, you want to have beautiful pronunciation. So today I'm going to show you how I mastered English pronunciation as someone who was born and raised in Japan with a family who speaks no English. Well, I hope this can give you some hints on your road to speaking English like a native speaker. 英語の発音はですね、特に日本人の私たちに苦手な人が多いってよく聞くんですけれども、まあ、私も日本で生まれ育って家族も全く英語を話せないのでゼロから発音の練習を始めましたでそこで私が英語の発音を上達,さ上達させるために心がけたこととか、まあ、気が付いたことあとさらに英語の発音とは何かということを今日お話ししたいと思います。 まず最初にですね、英語の発音とは何か、これズバリ言ってしまいます。モノマネです。英語の発音をマスターするために一番近い道っていうのはもう人の発音をマネを人の発音のマネをすることなんですけれども、音をとにかくもう聞こえるがままに真似をする。それに尽きるんですね。 なので英語の発音で有利なのは人の特徴をつかんでモノマネをすることが得意な人たちです。でももちろん人のマネが苦手という方たちもたくさんいると思うので、まあ、誰にでも参考にできるのがマネをする時の今からお話しする要素です。で最初はとにかくもう頭で考えない。そして舌の動きなども考えない。で最後に聞こえるがままに音をマネしてみる。そうすることによって で舌と脳が英語にどんどんん慣れていきます。でここでまた重要なのが自分の興味が持てる海外の俳優さんや女優さんとかドラマとか映画とかを見つけることで普通に、まあ、英語勉強ソフトなどで使用されているネイティブスピーカーの方たちの真似をしてもいいんですけれども、まあ、やっぱり好きな映画とかアクターがいた方がその人たちの発音の真似をあの発音の仕方を真似する方が断然にモチベーション上がりますよね。 そしてそこで鍵となるのがとにかく発音したい言葉を繰り返すこと ition, repetition, repetition、まあ、私も英語をきれいに発音したかった時に例えば海外ドラマで聞いた単語を何度もお風呂で舌が回るようになるまで練習をしましたで何度も言っているうちになるんです言えるようにで例えば当時私が発音ができなかった言葉でアメリカでよく使う

もう一つのポイントがですね頭の中でも綺麗に発音したい言葉を繰り返す繰り返すもうイメージトレーニング的に何度も頭の,頭の中で綺麗に発音しているイメージを繰り返してみましょう海外ドラマや映画のセリフで聞こえる単語や英語の表現の発音をもう真似してみてくださいそれだけですねそうしているうちに身についていきます 私の動画でご紹介するフレーズの発音もどんどん真似あの声に出して真似してみてください。いろいろなポイントをお話ししたのでこちらにまとめてみました。ぜひ参考にしてみてくださいね。もちろん私の場合は。 14年間アメリカに住んでいるし毎日英語を使っているので英語の発音が上達したのではないかと思う方もいると思うのですがまあそれも多少はあるんですけれども実は私の今の英語の発音とアメリカに移住する前の発音ほとんど変わらないですなので皆さんもできますぜひ試してみてくださいそしてですね余裕のある人はも,う身振り素振りも真似してみてみくださいアメリカ人と日本人の身振りやそぶりってかなり違いますよね 海外ドラマはそのとか映画はその勉強にもかなりなります日本人の身振り素振りのままでアメリカで英語を話しているとちょっとかなり違和感がありますよねこちらについてはまたの機会に詳しくお話をしたいと思いますぜひ皆さんチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたしますそしていいねボタンも押してくださいねチャンネル登録をしていただけるともう今後もどんどんいい,い,い動画を 作って皆さんにおお届けすすすることがでできままのでどうぞよろししくお願いしますそれでは皆さん、Thank you so much for coming to my channel. I will see you in the next video. Have a good one.